んにちは、ケイシーです。現在私は飯田線の普通列車に乗車しているんですが、もうすぐ3月18日にダイヤ改正が行われるじゃないですか。そのダイヤ改正で駅舎が解体されてしまう飯田線の駅があるという情報を聞いたので、今回はそちらに向かおうと思います。それではよろしくお願いします。飯田線は豊橋から平井信号所まで名鉄と線路をシェアしています。今走行しているのが飯田線の線路、その反対側が名鉄の線路となっています。この平井信号所に入ってからは飯田線は飯田方面、名鉄は名古屋方面に分岐します。そして列車は名鉄の線路をくぐり抜けて豊川へ向かいます。そして私が今回向かう駅はこの牛久保という駅です。その牛久保駅が3月18日のダイヤ改正で駅舎が開催されるようになるのです。飯田線は小坂井から豊川まで複線区間になっています。豊橋へ向かう飯田線の列車は小坂井から先は名鉄の線路を利用して豊橋へ向かいます。ちなみにこれから向かう牛久保駅は有人駅となっています。もうすぐ牛久保駅に到着するんですが、この牛久保駅は係員不在時でもワンマン列車では全てのドアが開いて、切符は係員に渡すか駅設置の運賃箱に入れる案内が流れるんですよね。なので係員不在時間帯でも到着前の自動放送は有人駅扱いとなっています。また牛久保駅は今度のダイヤ改正でお客様サポートサービスが導入されます。このサービスが導入されると駅で生産が可能になるんですよね。そしてそのサービスが導入されるとともに、この牛久保駅は無人駅となります。というわけで牛久保駅に到着です。新しい駅舎がお出迎えしてくれてますね。駅に着いてすぐにあれなんですが、旧駅舎に比べると新駅舎はかなり簡素な出来になってますね。この牛久保駅の旧駅舎は戦時中に建てられた駅舎になっているんですよね。今ズームでアップしてるんですが、新駅舎の券売機が確認できますよね。そして券売機の横にある白い部分は多分インターホンではないかと思います。2023年3月と2024年2月の2段階でお客様サポートサービス導入駅を拡大することになるんですが、今月のダイヤ改正に合わせこの牛久保駅と竹豊線の阪大駅に導入されるようになっています。飯田線内の導入はこの牛久保駅が初めてなんですよね。牛久保駅は係員がいる時間帯は運賃箱が塞がれ、切符は係員に渡すように案内されてたんですが、撮影した当時は係員がいたにもかかわらず運賃箱が開いていました。そしてトイカで出動して牛久保駅の旧駅舎の中に入っていきましょう。牛久保駅の旧駅舎の中には自動販売機が2台設置されています。しかも IC カードも利用できるので便利ですよね。牛久保駅の旧駅舎は天井が高い駅舎内となっておいて開放感があり、ベンチや券売機、JR 全線切符売り場があります。新駅舎設置工事のため既存の改札付近はベニヤ板で塞がれていて、ホームへの動線が少し長くなっているのがお分かりいただけると思います。また牛久保駅は飯田線内唯一東海交通事業への業務委託駅で、こじんまりとした窓口が特徴となっています。そして下をよく見ると国鉄時代から使用されているであろうステッカーなども残り、長年使われてきた跡地が残っています。牛久保駅の窓口は駅係員が終日いるわけではなく、早朝、正午付近、深夜は無人駅扱いとなっています。そんな牛久保駅の窓口も3月18日以降窓口は終日閉鎖となってしまいます。そして無人化されるということは丸ス端末が撤去されるということも意味するため、牛久保駅で丸ス券の切符が買えなくなり、ここには写ってないんですが入居金や無効印、途中下車印なども見納めとなってしまいます。さらに係員による行数書も発行できなくなるため、これも見納めになってしまいます。それでは次に牛久保駅の旧駅舎の外観も見ていきましょう。戦時中に建てられた牛久保駅の旧駅舎は老朽化が激しく進んでいることでは実感できますよね。先ほども述べたんですが、
導入後は終日券売機が使用できるようになる代わりに遠隔管理となり、駅係員はいなくなります。精算が必要な場合や不明点があればインターホンでオペレーターを呼び交わす形になります。磁気券対応の自動改札機は設置されず、回収箱を入れる形になり、 IC カードは既存の簡易改札機が継続して使用されます。道宿坊駅に213系の普通電車がやってきました。213系は約2年後に引退予定となっているので、早めに乗ることをお勧めします。上りホームから新旧駅舎を見比べているんですが、かなり大きさに差があるのがお分かりいただけるのではないでしょうか。新駅舎は下りホームの上屋も兼ねているようです。ちょうど普通ワンマン豊橋行きがやってきました。早速これに乗車して戻っていきましょう。というわけで牛久保駅を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。牛久保駅の旧駅舎は今年の6月下旬に撤去完了予定になっています。ダイヤ改正まであと少しですが、興味がありましたら牛久保駅の旧駅舎に訪れたり、その窓口を利用してみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。